はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第154回だね。154回闘技場、金トロフィーを目指す旅ですね。1日目となります。先週は、無事パーフェクトを取ることができて、金トロフィーを1個追加したという感じになっております。いきましょう。まあ最初はこんなメンバーでいいんじゃないか。まあ最初だからピサロでいくか。じゃあウェイト240だけど、どうだ、ウェイトは230だね。はい、じゃあ行きます。いやー、それから情報局来ましたよね。スーパーライトではなかったね。神は好きだからね。神マヤはいいですね。で、第2弾でマヤがガチャで来るのかな。で、配布キャラのあの A2 体の S1 体だっけ、あれは強くあってほしいな。強くあってほしい。こっから打って、こっから打って、どこ行く。ここ打ったらいけないわ、いけないわ。じゃあこっちしようか。よし、じゃあこうやってね。でトレジャーズやってないからキャラクターがあんまり分かんないんだけどね。あの向こうのさ、骸骨船長みたいなやつ、バルボッサみたいな、うん、あいつも強いんだろうか。あいつもガチャだな。あのモンスターズシリーズとはいかないけど、もともとそういう予定だったんだよね。テリーの、テリーじゃねえわ、カミューのね、カミューとマヤの、いつの間にかお宝関係になってしまったが、出てくるさ、モンスター一応仲間にして育成できるんだけど、何体だっけ、めちゃくちゃ少ないんだよね。50体もいないんじゃない。うん、だからね、やる気なくなっちゃったんだよね。2戦目出てくる相手じゃないよ、マジで。マジで頼むって、2戦目出てくる相手じゃないって。マジか。ここだね、ここで行こうか。ここでこれだな、これで焼けつく。あ、それと、あれだ、防衛戦。防衛戦はめちゃくちゃ楽しみだね。防衛戦が楽しみなのと、スゴロクが増えるのが楽しみ。それは楽しみ。あとは、開花だ。ずっと言ってたよね、私ね。ウルノーガ。やっときますよ、ウルノーガ。4突のウルノーガが、火を吹く時が来るかもしれない、もしかしたら。うん、素早さ、3つぐらい上がるかもしれない。4突だよ。なんか知らんけど、ウルノーガ、のあれがね、やたら引けてるんだよね。なんかの闇鍋の時やたら売るのが引けたんだよな。で4突までいっちゃってんだよ。であと誰だっけ、カミューとバーバラじゃなくてベロニカかは無突なんで、まあ開けてないという感じかな。カミューは強くなるかもしれないね、もしかしたらね。素早さは今の段階でも結構早いから、さらにそこら辺のバフがかかるかもしれない。そしたらまた一段と神ちゃんの出番がね、来るんじゃない。実装された当時も結構闘技場においては使われてたからね。うん、なかなかいいペースで開花されてきてますよね、最近ね。でもエスターク以上のぶっ壊れが最近出てないけどね。うん、ここでいいか、ここにしようかな。でも貫突か。でその1個前がなんだっけ、これか。変わらんか、あんまり。こっち行くか、こっちで。
こっちで伝ってな、こっちで伝ってな、どうする、こっちで伝って、デスピ連れてったらなんか落ちそうだしな、デスピワンパン耐えるかな、だったらあっちのまだ4凸の方が、ああ過ぎちゃった。でピサロは麻痺取って、これピサロでいいのか、ピサロじゃなくピサロでいいのか、エスターク、エスターク、うん、ここも結局デスピなんだよな、うん、でも複数があるからねピサロでいいんだよな、うん、ここでいきます。いや2戦目出てくる相手じゃないよ、運営の次の相手じゃない、うん、配置的には悪くないね、ピサロ麻痺らしてソロとブチュジュンパをやっちゃうっていう戦法かな、うん、これあと木があそこにいるから、あ届かない範囲か、あれ届かない範囲かもしれない、うん、こんな感じでしょ、これさっといってサラサラっとしてやってって感じかな、あとはどんだけ落ちるかだな、4凸だから残る気がすんな、だから情熱まで打ってやんないとダメかもしれません。あ全然、はあ、全然見てなかった、全然見てなかった、ちょっと待って、ちょっと待てって、全然見てなかった、これはこれはまずいぞ、落ちた落ちた、落ちてないな、あぶねえ、いやー、ま、あマジあぶねえ、あのカエル野郎、ピサロって素早さ上がんだっけ、上がってないな、次大丈夫だな、653 OK、 あのカエル野郎、あぶね、木にも落とされそうだよ、ナイス、いや三河市があるからこっちで行こう、それはピサロ自身がよく知っている、ここな、いやこのブチュジュンパを超える性能であってほしいな、あの黒いドラゴン、はい3戦目、いやここもジュリアンテなんだな、ジュリアンテにメダパに取るか、そんな気がしちゃうよ、いやーなんで一人だけ、オッケー、いやちょっと待っていやだって、あれなんでだよ、最終日出てこいよ、ここでいくか、モナハンを先にしたいな、モナハンを最速にしたいな、せっかくだから、ちょっと待って、帰るか、誰がいいんだ、誰がいいんだ、でこのジュリアンテはサイマなんで、打ち込んじゃうんですよね、そこなんだよな問題がな、うん、エスタークでいいものかどうか、どう思う、エスタークでいいのかな、いやこのピサロでいくか、ヒャドって どんな感じだった、ヒャド激減、あ半減とかか、まあ無凸だからさ、いいかこれでいこうか、で素早さだけちょっと変えてあげよう、ワンチャンサイマが勝つかもしれない、
あで次あれか、ピサロが早くなきゃダメか。どうしようかな。ピサロネイル654で、これは626。うん、ダメだ。闇の衣もらおう。闇の衣。何もらった今。闇の衣もらうんだっちゅう。641。いや、早いな。うん、これでいいね。あ、あとメダパニだ。あぶね。メダパニセットして。で、サイマー的にはバギーが通るんだよな。だな。素早さ全部勝ってれば落としてもいいぐらいなんだよな。よし、じゃあ行きます。75、60だっけ？はい、対戦よろしくお願いします。5番目か。じゃあ打ち込んじゃおうかな。ここでいいな。こっからバギー、ヒャド、サラサラ、サラサラ、こんな感じかな。はい、じゃあいきます。これ全部打ち込んじゃいます。OK。あ、今のあれだな、素早さどんぐらいか見とけばよかったな。で、一応ダメージ軽減があったとしてもこいつの天空流で OK という感じですね。よかった。5番目だからうちの魔物使いより後だったってことだよね。630ぐらい、40ぐらいあるのかな。はい、というわけで今週も金トロフィーを目指して頑張っていきましょう。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。